サウナの穴始まり噛んだったさ、サウナの穴始まりました。イエーイ。今ですね、私たちがいるのは天神から親不孝通りを抜けた先にある長浜公園の前にいます。福岡のサウナーの皆さん、朗報です。この長浜公園の近くにとんでもないサウナができました。さっき実は下見させてもらったんですけど、やばい、やばいっす、ね、やばいよね。東京大阪に負けないサウナがついに福岡にできた、そんな感じがします。もうびっくりするサウナが爆誕したので、今日はその全貌を明らかにします。なんとメディア初取材です。イエーイ。でしかもオープン前です。オープン日がまだ決まっていなくて、この配信日の3月20日にオープンしているかどうかまだわからないんですけど、3月中にオープンを目指しているという施設です。平和台ホテル天神の最上階にできたサウナになります。サウナ溶岩という施設です。で、今書いてますけど3月中にオープン予定、もう少しお待ちくださいと。平和台ホテル展示も知ってたんだけど来たことはなくてね。この9階に結構看板がたくさんありますよ。で、ホテルの中なんですけど日帰り入浴もできます。で、宿泊の人ももちろんサウナに入れるっていうわけで、で、この上に上がるとですね、ホテルの受付になって、で、こっからそのまままっすぐ進むとサウナ溶岩の受付に行くってわけで、最上階、9階です。おお、すごいです。綺麗、まあ新しい施設です。お邪魔します。オレンジがすごく生えてますね。もう私がロッカー使わせてもらうの初めてじゃないかな。ということで皆様、初37番いただきます。おお、あ、中もオレンジでいいですね。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。まずはオープンおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあもともと相当サウナ好きだったんじゃないですか。いや、そこまでサウナは好きじゃなかったです。え、そうなんですか。めっちゃサウナの方が作ったと思いきや、はい、そうではない。そうですね、もうこのサウナ授業するってなってからサウナを勉強して、いろんな関東のサウナ施設を巡り回って、うん、海外のサウナにも行ったりとかして。お、はい、海外まで。フィンランドに。フィンランド、はい。一番の売りは何ですか。もう溶岩サウナです。お、もう入っていただいたらもう分かると思うので、はい、もうこれは体験していただいたら一番早いと思います。わかります、しっかり堪能してきます。こちらにもサウナグッズが置いてあります。これって販売予定ですか。はい、販売予定です。かわいい木タオルにこういうサウナ溶岩のキーホルダーだったりとか、あとはお兄さんも着てたこの T シャツ、かわいいですこれ。そしてサウナハットもね、色とりどりでいろんなバージョンがあります。おお、綺麗。こちらにはドリンク受け取り口があります。ここはあの男性の方は裸でドリンクを受け取ることができるそうです。そしてこのロッカーはですね、かなり大きめのロッカーでして、はい、スーツケースを入れられるロッカーとなっております。旅行の方とかね、そのままここに預けることができます。うわ、もう本当にピッカピカですよ。脱衣所の鏡が丸くて、この照明もなんか女優ミラーみたいな最先端のものですよ。こうタッチ式の、ほら、脱衣所です。素晴らしい。なんかもう鏡が本当にたくさんあって、男性の皆さんが羨ましいぐらいです。レディース勢も開催予定だということなので、ぜひ女性の皆さん、私も含めてレディースデーを狙ってサウナ行きましょう。ではお着替え完了しました。すごくないですか、
皆さんご覧ください。このサウナ溶岩の前方、まずはですね、ここにあるシャワーエリア、個室になっております。先にシャワーを浴びさせていただきます。初シャワーなんですね。初シャワーだよね、これ。うわ、気持ちいい。サウナが2つありまして、まずはじめにメインのサウナに行く前に見せたいサウナに、こちらのまずですね、1つ目のサウナ、音のサウナ、夜響というサウナに入ります。はぁ、あったかい、気持ちいい。サウナ室の名前の通り音が響いております。メディテーションサウナになっていて、照明が暗めの設定になっています。サウナ溶岩のサウナハットを借りましたので、かわいい。このやっぱオレンジカラーがやっぱサウナ溶岩っぽいね。このマークもね、めっちゃかわいい。この周りのね、木が黒く塗られているから、やっぱり普段のね、木のサウナ室とまた全然違う雰囲気で、照明も暗めで、かなりサウナに集中できます。夜響サウナのやっぱり何と言っても売りはこの音楽で、スピーカーがね、この私が座ってる下に入ってるみたいで、木のオブジェみたいのがありますけど、それがもうコンサートホールとかに使われてるようなすごいやつで、音がね、こう跳ね返ってるみたいなんですよ、スピーカーから。わかります？セルフロウリュができるので、ちょっとセルフロウリュしていきます。おー、すごい音。あー、喉乾いてたんだね。もう水を欲してたみっていう、サウナストーブの声が聞こえてきそう。美味しい美味しいねえ、めっちゃいい音。すっごい爽やかないい香りがしてます。あー、気持ちいい。下茹でっていう感じでじわっと汗をかいてきたので出ます。まだね、水風呂に入りません。サウナのはしごをしていきます。シャワーブースの隣にあるのがメインの灼熱のサウナ、溶岩です。もう一個扉がある、二重扉になってます。あ、でもここでもすでに暑い。ここ結構スペースがあって、メガネを置いたりとか。すごい、もう凄さが伝わってきます。はい、灼熱のサウナの全貌をご覧ください。じゃじゃーん、広い。ちょっと待って、どこから触れます？まず最初の、入ってすぐ目の前にあるのがこの寝られるベッドでございます。支配人の方がウェルビー栄からインスピレーションを受けたものらしいです。隣にあるのがこう仕切りがあって半個室になっているサウナ室でございます。こちらが3段になっているサウナチェアです。もう奥行きも申し分ないし、サウナストーブが大きいのが2台ドドーンとあります。で、まずね、手前のこれが遠赤外線のサウナでして、そして奥にあるのが、フィンランド式サウナのハルビアのサウナストーブ。こっちが、15分に1回オートロウリュ、遠赤外線の方が、30分ごとにオートロウリュがあるそうです。で、この真ん中に気になるのが、これはサウナストーブじゃないんですけど、阿蘇の溶岩石なんだって。この下にはね、加湿器があって常時加湿されるっていう風になってるらしいんですよ。この壁は桜島の溶岩石を使っている壁らしくて、蓄熱もできるし、輻射熱もすごい。本当に暑いの、もう、まあはしごしてるっていうのもあるけど、はあ、めちゃくちゃ暑い。ちょっと私のね、かなり好きなポイントが、座ってみて思ったんですけど、このね、
ワッフルのタオル、これめちゃくちゃ気持ちいいの、ふわふわで。ちょっとせっかくなんで全部の椅子体験しとく。おお、あ、いいね。周りのその視線だったり隣の人が気にならない。これじゃもう気にならない、ほぼ目合わないね。最後に寝られるサウナです。あー気持ちいい。めっちゃ角度がちょうどいいのこれ。あの深すぎてもほら寝ちゃうからさ危ないじゃないですか。でも直角すぎないちょうどいい角度。本当に10度前後ぐらい。でもサウナが暑すぎたからちょうどいい。でも普段は16度に設定してる。え、そうなの、はい、え、でももうめっちゃ低く感じる。ではぶっかけます。外気浴がありまして、あのさっきの内気浴の隣にもあるんですけど、私のおすすめはこの屋上の外気浴です。ちょっと階段を上るんですけど、ぜひ行ってほしいです。よいしょ。おー、めっちゃ天神だ。あ、なんかマンションの人と目が合いそうだけど、あのこっからはですね、あ、そうそう、言い忘れた、こっからは男性の皆さんはこのサウナパンツを履いて必ず出てください。これ言い忘れちゃった。すっぽんぽんのままで、はい。そうそう、すっぽんぽんのままではダメです。では、よし。そうね、下が七つ通りで、あのもう少し先があの KBC さんですね。3、2、1、ドン！おお、すごくないですか？ちょっとね、あのお店の人が言ってました。まだ椅子が足りないと。確かにもっともっと椅子を置ける。もうね、ここにテントサウナも置けそうなぐらいのスペースでございます。これはすごいよ。もう一つご紹介したいサウナがございます。で、ここの廊下を歩くとですね、こっちが休憩室でございまして、はい、休憩室まであるんですよ。めちゃくちゃテレビもでかいです。ここでね、壁一面ぐらい、ね、こんな大きいテレビ見たことないってぐらいテレビがでかいです。じゃじゃん、はい。ここにも実はサウナがありまして、植物のサウナ、グリーンと書いてます。女性の皆さんも、そして家族でもご夫婦でも来られる。必
カップルでも来られるサウナになっておりますので、ここぜひぜひ女性の方必見です。おー素敵。こちらが完全個室のプライベートサウナでございます。まずですね、シャワーがありまして、そして洗面台もこちらもとってもおしゃれです。アメニティがねあって、冷蔵庫まであるのかな、これ。あ、もしかしてこれ、これはあれじゃないですかね、もしかしてだけど、どうやったっけ、あ、そうか、おー、なるほど、これで水風呂に氷をね入れられるやつですね。で、外気浴エリアもあると。わー、また素敵、うん、すでにいい香りがするアロマの。まず水風呂ですね、ここが。わあ素敵。おお、あ、かっこいいサウナ。完全プライベート個室サウナでございます。かなりね、座面が高くなってる。天神のサウナのレベルが高くなりすぎててビビってる。もう一度行きましょう。2杯目。これでいい感じでしょ。よし。あー冷たい。うわ。あー。全身ですが、ビルの隙間にある外気浴って感じで、いいですね、小倉の整いに似てる、うん、確かに、いやーマジで気持ちよかった、最高でした。で、ここからですね、本当徒歩1、2分ぐらいのところにある私の超おすすめの水炊きのお店に向かいたいと思います。イエーイ。もうね、好きすぎて3、4回ぐらいはもうリピートしてるんですけど、東京の友達が福岡に来た時もみんなでそこに行ったりして、県外の人もお連れしたいぐらい私がおすすめする水炊き屋さんなんですけど、何がおすすめかというと締めなんですよ。締め、もうね、もちろん最初のスープから全部美味しいんだけど、締めが他の水炊き屋さんでは味わえないある締めがあるので、ぜひ本当に最後の最後まで動画見てください。私のですね、おすすめはこちらです。水炊きあうんさんです。これ地下に行ったらね、お店があるんですけど、こんにちは。こんばんは、やかさん。お邪魔します。あ、予約していた浜崎です。はい、こちらでございます。はい、皆さん気をつけて。はい、すごい、いっぱいサインがあります。こちらの席でございます。どうぞ。
個室ですね。うん、鳥のいい香りが。では、デシモちゃん。はい。じゃあ、今日は天神に素晴らしきサウナができたことに乾杯。乾杯。こちらのお鍋ですね、博多地鶏という福岡県唯一の地鶏でございますが、この地鶏の鶏ガラと足ガラを約2日間お水だけでグツグツ炊くことで、このような白濁のスープが誕生しております。最初にスープから飲んでいただきます。お水だけで炊くことでね、鶏の旨味が凝縮されております。福岡の人は結構豚骨に近い感じも感じるかもしれない。でスープ楽しんでいただいている間に、こちら赤たじみ胸肉の部分の鶏しゃぶもご準備していきます。このポン酢が入った器の中に、この骨付きのお肉と鶏しゃぶをご用意していきます。鶏しゃぶの1枚目はそのままポン酢だけで、2枚目はぜひ柚子胡椒とご一緒に召し上がってくださいませ。よりもまるっとしてる。うん、おいしい。うん、うまっ。で、博多の水炊きといえばこのキャベツが入っていくのが定番でございます。白菜が入るイメージございますけれども、白菜ですとどうしても元々の水分量が多いので、せっかくの美味しいスープが若干水っぽくなってしまうため、博多みさきと呼ばれるお店さんは基本的にこのキャベツが入っていきます。わ、最初はポン酢でぜひ召し上がってください。はい、うん、うん、甘い。で、こちらが締める揚げうどんでございます。私のメニューすごい。これもうどんをそのまま揚げてるんですよね。うどんをもう小麦粉をつけて油で揚げる。へえ。小麦粉に小麦粉揚げるっていう暴挙でございますけど、これここ以外ないですよね。ないです。うちの名物なので、ちょっとだけ塩振って食べていただくと、ポテトです。え、これ初めて。え、ポテトだ。ポテトなんです。いや、これうどんですか？うどんです。あー、これが私の大好きなシメです。ニラ醤油プラス柚子胡椒がすごく好きです。マジでうまい。これさ、すごい青いんだけど、これ塩アイスなんですよ。これを最後に最後にいただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今日はですね、天神に新しくオープンしますサウナ溶岩にオープン前に行かせていただいて、女性では初めてサウナに入らせていただきました。最高に美味しいお酒と美味しい水炊き締めまでいただきました。本当にこのコースは天神来た際はですね、ぜひ福岡県以外の方でもお越しいただきたいと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。ではさよなら。福岡の人ってキャベツ好きだよね。美味しい。キャベツの消費量半端ないよね。だって焼き鳥もだしさ、何かとキャベツって食べない？焼き鳥とかびっくり亭とか。あ、びっくり亭。確かにびっくり亭。昨日手島ちゃん行ったんだもんね。はい。わかる、びっくり亭行きたい。